風部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では182番目に置かれる。風字は大気の流動現象である風を意味する。ただし、風字には数多くの派生義があるが、風格、風気、風景、風情、風俗、風土など人や土地から感じられるものが多くを占めており。 それらの意味は、風というもの自体は目に見えないながらも自然界から現れ、人々に感じられるものであり、天地自然と人々を媒介するものであることから生じたと考えられる。また、死境ではその地方ごとに伝わる民謡のことを、風と呼んでいる。なお、小文字は書体ごとに異なる字型で表されている。我々の使う、風字の原型である焦点は、 虫と盆ンの組み合わせた形成文字で春に風が吹き虫が生ずるからと解かれる。甲骨文では大気を飛ぶ鳥のような形をしている。また、節文古文では虫の代わりに日が使われている。変貌の意図としては風に関することを示す。体、具などのように尿の構造をとるほか、表、表などのように作りの構造をとる。その他、日本では 風字の机の部分だけを取って、な木枯らしなどの黒字を作り、風が前という名称をつけているが、これらの字は気分に属する。中国の寒体字では、の形になる。風、ありがとうございます。